加田幸子君敵水会の加田でございます少数会派にも時間をお受けいただきましてありがとうございます、えー、まずあの岩井議員にお礼を申し上げたいんですけれども先回私があの大井原発の樋口裁判長の,のこの、えー、地震に対する、えー、耐震の 数値を比較させていただきましたその時に一般の建物と原子力発電所では比較にならないんだと比較する対象が異なるということをふけた委員長がお答えいただいたんですけど今日あの岩井議員が見事な図にしていただいたのでこれの方が分かりやすいと思います私もあの地震の中身について、えー、その分野の専門家ではありませんのであのこの図は 大変わかりやすい。それからもう1点あのゼロリスクはないんだと確率論的なリスクアセスメント NRC が言っているこれもあの私は大変大変事な視点だと思っております。私自身も科学者の端くれですのでこのゼロリスクはないと確率論的なリスクアセスメントそういう立場で実はこの原発問題にも 地元の知事としてて立ち向かってまいりましたということで今日またこの議論をあの今日更田員長いてくださいますので一般の皆さんにではその原発の施設というのは全てしっかりと岩盤の上に立っているのかあの大井の34号機の時に議論したんですけれども昭和40年代に 大井原発を作った時に果たしてここまできちんと規制があったのかのこれは質問あの通告してませんので今日お答えいただかなくて結構ですけど私が当時昭和40年代の大井の原発立地の、ま、調査を遡ってやった時にこの岩盤規制のことはあのほとんど出てこなかったので当時も申し上げましたけれどもあの農業が米が 余ってきてそして大井町としてはどういうふうに産業、制御を成り立たせるかというときに原発誘致しようと隠れだというところに原発誘致しようというようなことを地元でも伺っておりましたので果たしてあの大井原発が昭和40年代、そこまで岩盤までしっかり届くような建物になっているのかこれはまた後ほどあの教えていただけたら結構です。今日は通達をしておりませんので えっと、今日通達しておりますのはまさにあの岩井議員がおっしゃっておられた PRA ですねゼロリスクはないんだということでそして今日のこの資料の中で安全目標の考え方、えー、守るべき対象は何かともちろんその危機そのものが安全 に建築されれななけけばいけないそれは当然なんですけれども私は3.11の事故のあと、えー、当時滋賀県知事現職でありましてあのプラントの安全性の議論がたくさんなされるんですけどじゃあそれが万一放射性物質が 大気に出てでそれが地域に水に生き物に到達したときに私たちの人命や健康や環境や社会活動どうなるのかとでこれをきちんと把握するのがいわば知事の地元の責任者だろうということでアセスメントをさせていただきました今日資料をまず出させていただいておりますけれども。あの丸一としてこれは シミュレーションのもともとの精緻なところを書かせていただいてないんですけれども、えー、またあの出展を「加事務所に行って作成」ってありますけどこれ滋賀県で行ったシミュレーションの結果をこちらに持ってきたものです。ですから滋賀県資料をもとに加事務所で作成ということですけどまずはですね2011年の。 福島のの事故の後万一若狭湾岸で福島並みの事故が起きたらどうなるのかということを当時は UPZ30 キロと、まあ、コンパスで引いてあの決められてたんですけど大気や流れ方というのは風の方向やあるいは地形によっても変わります。そういういうな形で風や、 あるいは地形の条件を加味した形で福島並みの事故が起きたときに滋賀県にあるいは琵琶湖にどういう影響があるかということをシミュレーションをいたしましたでこれは本来国にやってほしいということでスピーディーのデータがありますので国の方にお願いしたんですけれども立地地元は福井県です。で滋賀は たった十数キロなんですけれども地元ではないのでこういうデータ出せないと言われたので滋賀県が環境科学研究センターという研究所を持っておりましたのでそこを中心にしながら県独自で放射性物質の拡散予測シミュレーションをさせていただきましたその結果あの30キロという,こう単なる地理的な距離ではなく、えー、例えば 鶴ヶからは43キロ、美浜から42キロ、大井から32キロという範囲のところがの避難をしなければいけないという基準の対象になってまいりました。それで今日まず最初の質問ですけれどもあの、避難体制をどう取るかということで、の2011年から内閣府さん、皆さんと一緒に滋賀県もやってきたんですけど、えー、まず、 万一の時のゼロリスクではないその時に守るべき人の命や あるいは暮らしどうするかということで、避難訓練もやってまいりましたけれども、4点、かなり技術的なことなんですけれども、内閣府さんの方にお伺いしたいと思います。まず1点目は、情報共有です、えー。いざ事故が起きたときに、スピーディーデータは使わず、計測データによる避難指示をするということですが、これが本当に住民,住民の人たちに徹底できるかという点。2点目は、避難計画の交通上の実効性でございます。 地震だけではなく、それこそ大雪だったり、いろいろございます、特に一番近いところ高島市というところは、山の中で奥の方は道路が1本しかありません、えー、去年の実は台風の時でも、その道路が1本切れて、それで1週間ほど孤立するということもございました。ですからこののの避難計画の交通上の実効性を 内閣府さんの方にお伺いしたいと。それから3点目は要素材の配布でございます。えー、先ほど来あの放射性要素の話出てますけれども、の配布と服用手順がどうなっているか。地元では普段から置いといてほしいと自分の家に置いて、そして特にあの子どもさんの場合にはあのー。 そこで服用できるようにしたいという住民の方もおられれば、いや、それはよくわからないから、お医者さんや薬剤師さんに聞いてからということで、市役所であのキープしてほしいといろいろな意見がございますけれども、ここについてはどういう方針をお持ちか、そして4点目ですけれども、重大事故の時の指揮系統の問題です。原原子力災害対対対策策特別措置法では国の対策本部が地元市町村ににしてて指示をすするとということになっておりますあの福島原発事故 この時には菅総理大臣が直接指示をしておられました一方災害対策基本法では国の指示ではなく市町村の指示判断ということになっておりますこの点についてどうこの指揮系統の混乱を防ぐのかとこの4点について伺えたらと思いますよろしくお願いします加藤内閣府大臣政務官 今、ご質問にありますいただきました4点について、お答えをさせていただきます。原子力規制委員会では、福島第一原子力発電所事故等の教訓等から、放射性物質の放出時期や放出量を 事故発生時に予測することはできないため、スピーディーのような拡散計算による予測結果には信頼性がないとしております。そのため、原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針におきましては、放射性物質の放出前には原発からおおむね5キロメートル圏内では予防的に避難をすること、おおむね5キロから30キロ圏内では、 放出に備えて屋内退避をすること、そして放出後にはモニタリングの実測値に基づき、基準値を超えるような区域については一時移転等を行うことが最も合理的な防護策としております。 こうした防護策を確実に実施するためには、住民の方々の理解と協力が必要不可欠であります。実際にいつ放射性物質が放出されするか分からない中で、いたずらに屋外へ出て避難を開始してしまうと、例えば渋滞により身動きが取れなくなり、かえって被爆する恐れがあります。また、無理に避難することで、健康リスクが高まる恐れもございます。 国の開催等の復祉啓発や、地域の防災計画に基づく訓練を行い、屋内退避の考え方や適切な避難の方法等の定着を図ってまいります。2点目のご質問でありますが、えー、交通上の実効性についてでございます。えー 滋賀県の高島市のくっつき地区では、ですね大井原発、大井発電所からおおむね5キロから30キロ圏内、いわゆる UPZ の区域の中に位置しております、大井原発で事故が発生し、放射性物質が放出する前の全面緊急事態となった場合は、まず屋内退避を行うとしております。 その後放射性物質が放出されモニタリングの実施地が基準値を超えたため住民避難等の指示が出た場合には一時点等を実施することとしておりますあの議員のご指摘のとおりに、えー、ま交通上の実効性が心配される例えば福月地区は山間地でありまして自然災害の発生等によって孤立する恐れがある地域で も地域ではありますそのため、2017年に取りまとめました、地域全体の避難計画も含む、多い地域の緊急事態をにおいても、当該地区において孤立した場合には、どの避難経路を重点的に復旧するのか、どのヘリポートを使って空路、避難をするのかといった、孤立した場合の対応をあらかじめ定めております。またた2018年8年月に実施した 原子力総合防災訓練におきましても都合地区が孤立する想定でヘリコプターによる空路避難の訓練などを実施し計画の実効性の確認を行ったところであります原子,力防災原子力災害の備えに終わりや完璧はないということから引き続き関係自治体と一体となって、えー、さらなる改善を継続的に取り組んでまいります また3点目のご質問であります、安定要素材についてであります。原子力規制委員会の定める原子力災害対策指針では、原発からおおむね5キロ圏内においては、安定要素材の事前配布を行うことと、そういうふうにしておりますけれども、必ずしもこの地域に限定するものではありません。 例えば原発からおおむね5キロから30キロ圏内、UPZ 内においても、緊急配布の受け取りの負担を考慮した場合に、事前配布によって一時点等が一層円滑になることが想定される地域では、住民に対する事前配布は可能でございます。これについては今年2月関、関係都道府県に改めて周知をさせていただいたところであります。 今後、国としても今申し上げたような地域におきましては、当該自治体が事前配布を必要とすると判断する場合には、必要な支援をしてまいる所存でございます。最後、4点目でございますけれども、複合えー、あの原子力災害対策本部や非常災害対策本部の連携についてでございます。 複災害時は、原子力災害の担当部局と自然災害の担当部局が連携をし、役割分担を行い、対応することが政府の防災基本計画に位置づけられているところであります。例えば情報共有や意思決定の一元化を図るため、原子力災害対策本部と、非常災害対策本部との合同会議を開催することとなっております。 また、原子力災害対策本部事務局の実動対象を担当する要員は、非常災害対策本部事務局の要員と、閉任となり、非常災害対策本部事務局内において、関係省庁との連絡調整を一体的に行うなど、合同でオペレーションを行うこととなります。さらにに現現地地おきましては双方のの対策本部の情報共有や 連連携ををを円滑ににに行うたために相互に連情報連絡要員を派遣をいたしますこのように、中央だけでなく、現地レベルでも両本部での連携を図りながら、地方自治体への指示等を行うこととしてございます。今後とも訓練等を通じて、こうした対応の運用改善を行い、自然災害の担当部局との連携を強化してまいりたいと思います。加田幸子君 政務官ごご丁寧にありがとうございます実は3.11以前は原発事故はないものと思われていたのでこの避難訓練どころか情報さえ滋賀県には来なかったんですそういう意味でゼロリスクを前提にしていたということで福島では周辺の人たちもそれで大変被害が拡大したということがございますので私どもは常に備えると。 いうことが大事だと思います。それからもう一点は、あの事前にやってないことはいざ事故が起きたときにできません。事前に十やっててもいざ事故が起きたときに5とか4とか3それも皆さんあの漁政の現場でご経験済みだと思いますけれども、あのここは私同じ立場でおられたあの。 高橋知事、北海道で本当にあの知事というのは全部のところを目配りしなきゃいけないのでもう念には念を入れて避難体制というのは普段から県と市と。 そして地元の住民の皆さんと訓練をしていくということが大事だと思います。あのこの間ヘリコプターで靴木から避難をしていただいたあれ地元の人もとっても喜んでました。あのあそこまでちゃんと避難体制作ってくれる、それをこれからもぜひお願いをしたいと思います。 それからあの2点目ですけれども、原子力災害時の飲料水の確保でございます、これについては今日資料を出ししておりますけれども、2、3、4と出しておりますが、えっと、まず2のところであの、このシミュレーションをしたときに、福島並みの事故が起きたときに、琵琶湖水質への影響予測、これはシミュレーションですから。 パラメーータが変変わわると変わります、えー、こういうふうになる恐れがあるというまさにあの確率、プロバビリティでございます。そしてこれで見ていただきますと、放射性要素の変化、セシウムの変化、特にですね放射性要素が100から、えー、150に高まっているのが 7, 7日から10日ぐらいでございます。で実はあのは 4ページ目に図を出しておりますけれども、琵琶湖水が配られている地域は大阪の最南端、三崎町まで、それから神戸には神戸市の北区有馬温泉の蛇口をひねっても、まあ、その時によって違うんですけど、2割から3割は琵琶湖の水です、そして京都から滋賀県内、1450万人に日常的に水道水源、 をを供給をしております私自身は40年近く琵琶湖の水を研究してきて何としてもこの赤潮問題から生態系破壊からそして水質をキープしたいと皆さんで市が挙げて研究をしてきて実践もしてきたんですけどこの原発事故が起きるとあっという間にこの水源が汚染されてしまうということで滋賀県の方皆お気 心配をしておりますそして次のページにありますようにあの水道水の管理目標値がありますが、えー、っと特にですねセシウムは水道の処理水処理場でそれなりに取れるんです8割とか9割セシウムは吸着するんです問題は放射性要素です要素は水溶性でなかなかあの 吸着できないんです処理場でということで実は思い出していただくと例のあの2011年の3月に放射性要素が東京都の金町浄水場から出たということでかなりあのパニックになりましたあれもほんの一部ですそれでもパニックになるくらいですからあのかなり万一ビアコがこう汚染されたら大変だということでえっ、ー、と水量 を計算をしましまたらあの今1,450万人プラス、えー、通勤通学で使っている人を入れると1,700万人で1日2リットル使うとして3,400万リットルあるいは住民の人はうがいとか歯磨きなど でも使うそうするとこれを5リットルと想定すると7,500万リットル両方で1億900万リットルが1日に必要ですこれは今日本中で供給されているボトル水が1年間で300万キロリットルなんですけれども。 計算をすると単純に1年分のボトル水を全て集めても30日弱しか供給できないということでここは厚労省さんにあらかじめの備えとしてどういうふうな形で近畿圏における災害向けの飲料水 が備蓄されているか、そして万一その備蓄水が不足したときのサプライチェーンはどうなっているかということを、あの消防庁さんと厚労省さん、ちょっと時間がないんですけれども、まず前半消防庁さんに、後半厚労省さんにお願いをします消防庁、小宮国民保健防災部長、あの時間が来ておりますので、極めて短くお願いします、はいえー、消防庁が行っております調査の調査で、えー 昨年4月1日現在の滋賀、京都、大阪、兵庫の2府2県の府県および市町村合計で合わせて466万リットルとなっております厚生労働省大臣官房、浅沼生活衛生食品安全審議官。お答えいたします。ご指摘のの水水供給の課題につきましては広域法,法人日本水道協会 平成二十九年度水道統計によりますと、周辺地域の水道事業者における。地下水の取水実績は、一日当たり十一億八千リットルでございまして。飲用水等のみの水量としては十分であるというふうに認識しております。また、あの飲用水の供給方法につきましては。各水道事業者が日本水道協会等の関係団体と連携し。給水者等により実施することとなりますが、具体の給水方法につき。ま ましては浄水場等から給水拠点までの距離や、各箇所での必要水量の把握が必要となるため、避難計画が作成された段階で、各水道事業者が具体的な検討を進めていくことになると承知しておりますた、ゆきこ水の ストックが466万というと一日で3400万ですから時間が来ておりますので1割供給できないということでまたこの続きはぜひ具体的な計画にしていただけたらと思いますすいません時間が過ぎてしまいました以上で終わりますありがとうございました本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします